国際難民機関は第二次世界大戦によって生じた大量難民の問題に対処するために1946年4月20日に設立された。準備委員会はその14ヶ月前に活動を開始した。国際連合の専門機関であり、初期の連合国救済復興機関の機能の多くを継承した。1951年に活動を終了し、 国連難民高等弁務官事務所がこれに変わった。国際難民機関検証は1946年12月15日に国連総会によって採択され、機関の活動分野について規定した。同検証は母国から戦後ドイツへと追放された、あるいは追放予定である、ドイツ民族起源の人々のことを、当機関の感知しない個人として定義したため、論争を呼んだ。 同憲章は欧州における他の強制追放者全体を総計で上回った集団を対象範囲から除外した。また、西側同盟諸国とソ連との間に意見の相違があったため、色は西側占領軍の管理地域でのみ活動した。色は18カ国の批准によって成立した。オーストラリア、ベルギー、カナダ、中華民国、デンマーク、ドミニカ共和国、 フランス、グアテマラ、アイスランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、スイス、イギリス、アメリカ合衆国、ベネズエラである。米国は、色の年間予算1億5500万ドルの約40%を負担した。 同機関の初代事務局長はウィリアム・ハラム・タックで1949年7月31日にジェイ・ J. ドナルド・キングズリーが同職を継承した1951年9月30日まで存続しその間に定住を圧戦した難民は104万6,000人本国送還を行った難民は7万4,000人に上ったありがとうございま